鉄道という只見線そしてあの星健康さんを、えー、こう中心としたドキュメンタリー映画のご紹介も途中あるそうでございます、えー、なんとあのドキュメンタリー映画の監督をされております安子監督さんそれからプロデューサーの直美さんも今日お見えになられております、えー、どうぞあの最後お話あるかと思いますのでよろしくお願いしたいと思いますそれでは星健康さんです盛大な拍手お願いいたしますはいどうも ご紹介いたただきまし星健康です、えー、本当にあのこの時間撮り鉄にとってはね6時です6時一番これからいい時間ね私もこれがなかったらもう撮りに行ってるとことあったんですけどね、えー、大藪君たちご苦労様です <laughs> 一番撮りたい時間に <laughs> 足でもやしまして <laughs> 今そんなことで これから少し只見線のことをお話申し上げたいと思います。えー、ここにあります只見線ですね。えー、まずはあのこの映画の話から少し行ってみたいと思います。なおあのここにありますこの映画のポスターはですねここに来ておられます斎藤しそめさんのデザインです。 えー、皆さん、ご存知ですか、ひとみさん、ちょっとそこで立ち上がって。あの、この方が、このポスターのデザインを、あの、してくれた方でございます。本当にね。素晴らしい。えー、あの、合作だと思えないような、自然のシェがりになってますよね。えー、こ、の映画、あの、残念ながら、本来ですとね。 えー、今頃はこの3月あたりからもう上映を始めて、えー、今頃バンバンとやってるわけだったんですが残念ながらコロナで延長になってしまってね、えー、非常に残念なんですけど、えー、ここで、えー、ちょっとこの映画の予告編をご紹介したいと思いますえー、っとこの予告,予告編は翔太君あい行った行った進んだでも声が聞こえねえか これは、うん。じゃあそっちできるかいかこっちらね聞こえねえだな。はい。 線も終われたたなくて大金かけで復旧は難しいだろうなと思ったから大戦か存続か岡山の地域を生かすのがやっぱタダメしかないと思っただってそれを発信すれば世界中から人を呼び出し日本国内を追うというんだからタダメ線はどうしても復旧させねえとならないだと思って

しますよね。全然開通しました。それでもお客さんいなかったらどうするんだろうと。 まあ、あの以上でで、えー、予告編編ととといいうことですす本、えー、本当にが映画だと思います皆さんもね、えー、お楽しみにしていただかいたんだと思いますけど残念ながらそういった形で、えー、これからこのじゃあ映画をどういった形でこれから皆さんに紹介するのかということを含めて、えー、監督も来てますんでね あのじゃあアビコ監督ちょっと前で何かマイクあんだっけはい直美さんはいいっすか <laughs> 直美さんまあ本当にあのねあのえ監督のじゃあちょっとひと言あ、えー、今の映画の監督をしましたアビコ航と言います よろししくお願いしますあの今日 N ゲージ祭りがね併設されてあの同時開催ということで急いできたんですけど一歩の差で終了と閉まってましたあのそうやってあの、まあ、見れなかったら残念なんですけどまた見ます後であの鉄道つながりということであの2011年に、まあ、皆さんご承知のように豪雨水害で。 見線あの鉄去が流されて只見線が止まってしまいました、まあ、それを今10年目ということであのこの復活劇を今星健康さんを中心に、えー、映画を作りましたドキュメンタリー映画「無限テスト」先ほども紹介しましたようにですねもうすでに公開してですね皆さん大騒ぎになっているところなんですが。うん あの残念ながら、えー、ご承知のように今のこういう状況で、えー、公開が延期になっておます、えー。なんとかやりたかったんですけどもやっぱりここでオリンピックが重なってきましてやっぱりこういうネタは全く潰されますんでオリンピックに、えー。それはちょっとやっぱり下げなくちゃいけばということでなんとか、えー、年末から来年にかけて。 今計画をしてますので、もし公開になった時にはよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まああの本当にあの、うん、残念ながらね、そういった形でなかなか映画が進まないということですけど、えー、監督まあコロナですからどういうふうになるか先々はわかりませんが、まあできるだけ早く公開したいというのは山々なんですが。 まあこれからまあオリンピックで今これだけ騒がれていますしえオリンピックが終わった後例えば10月とかその子になればさらにピークがひどくなるんじゃないかということになると秋頃も厳しいのかなというふうに思っているの,がその辺は監督はうういうふうにあの今とりあえず出来上がったものをですね今映画祭のほうに出しています。 海外の映画祭そして東京あの日本の映画祭、えー、それが大体秋に大体それを集中してます、まあ、うまくノミネートもしくはその作品が、うん、あの入選するとですねあのまたそこで大々的に、うんえー、かなり広範囲に広がっていって、えー、かなり、えー、露出する可能性もあります今その状況を待ってる状況なんですけど。うんうん 私あの,私あの県の関係者とかそういった人ともいろいろ話したんですけどまああの人たちはあのできれば来年は間違いなく、えー、開通できるんで、えー、今やるよりもむしろ来年の頭あたりからその前座を金の形でやっとがかえってあの映画にとっても種目線の 開通にとってもまあ前祝いたような形で弾みがつくんじゃないかなというな考えを言う人もいますしえまあ無理をしないでねえ状況によってはそんな形もいいのかなと思うんですけどその辺はどうでしょうかあの基本的にですねこれはまあ写真がつながって全通全線開通するということでえそれを祝った映画なんですけどもやはりこれが。 前線開通しただけではですねこれは成り立たないとこれがやっぱり復旧してより一層お客さんが来なければ何の意味もないんであのそれを、えー、この映画が少しは一役を似合うかなと思ってますこれを前線開通の前に、えー、来年の頭からでもですね 全国でいろんな方々に見てもらって只見線の魅力そして、まあ、星健康さんの活動その仲間たちいっぱいいます、えー、そういう人たちがいっぱい出てきますんでそういう活動を見てもらってあっこれは只見線に行かなくちゃこんな綺麗な景色がこのローカル線にあるんだ、えー、世界で最もロマンチックな鉄道と言われているこの只見線これを皆さんに来てもらうための一つの アイテムとしてあのこの映画やっていきたいなと思ってますねあの、まあ、監督はいろんなドキュメンタリーね、えー、作ってるわけなんですけど、えー、基本的にはやっぱりあのその物事の事象だけでなくてそれに関わる人たちの取り組み思いってものをこうあの伝えるような映画作りをしてきたわけなんですけど。 珠見線のやつについても、えー、そういったのが本当に見受けられるのかな鳥海線のこの復興に関わるあの民間の方の方,の方々の,あの思いとか取り組みなんかも結構紹介してると思うんですけどその辺やっぱり映画を作るにあたってあのお考えになってやったんでしょうか、えー、あのまあ第一にはもうお もう自ら今言われているような感じだと思うんですけどあの星健康さんなくしてこの映画はありませんあのこれだけの300日以上を撮って1年間にですねあの活動している写真家のプロも含めてですけど私は見たことありませんあのプロだったらなおさらなんですけども私もずっとカメラマンをしてきたものでよく分かってるんですけど同じものをね 1> 1年間ずっと取れないんですよ。でそれも何十年も25年ですか <laughs> これは考えられない。あの私らの業界から言ったら成りりいいがな成り立てないんですよあのそれほど執念深くですね <laughs> この只見線を追い込めて <laughs>、えー、なんで取るんですかっていうインタビューをしたことある。まだ見ぬ ただ見せん景色が奥会津の、うん、絶景がまだあるそれを思い求めて毎日毎日通ってるんだまあこれはもう頭が下がります。ね、まああの星健康さんを筆頭にですねあの今の予告編を見ていただいたのがちょっとなんですけどもいっぱいの,の沿線の応援団がいっぱいいるんです。まあその 後ろにそうそうたるメンバーがいるんですけども「俺だ!」っていうような顔してずっとあの言いますけどもやはりねこういった方々が遠いところからこの只見線に通って奥会津に通ってこうやって撮ってね配信してる発信してるっていうことが素晴らしいですよ。あのその他にです、ね、あのいろんな方々が あの出てきます。これはあの映画を見てからですね、ぜひ味わっていただきたい。あ,あんまり言うとネタバレしますんで、ねはい、そこそこにしておきましょう。はい。どうもありがとうございます。まあそんな形で監督が思いを入れて作ってくれた映画ですので、皆さんもね、ぜひ公開をお楽しみにしていただけたら いただけたらと思います、えー、私今監督から年間300日もう25年も取ってるとこ言われたんですけどもう年間365日のうちの300日ですからあ8割は取っていても2割くらいはあの。私は2割空きがあるんですけどあの後ろの方にいるあの2人はね土日休みほぼ使ってますからね。 8割なんていうんではないですよ。<laughs> 私以上に熱心な。そういった予想から来てくれる人たちもたくさんいます、えー、そういう人たちがあの。頑張ってくれる？おかげでえー、ただ目線というのは人気が出てきたのかなと。と、えー、今日もあの牧野さんとあの一緒に歩いたり、あるいはあの私午後はですね。あの、福島テレビ中央テレビ。 中央テレビの人と一緒にやっぱり「ただめ戦」10周年を記念した形であの番組作りたいということで5時テレビで来週あたりやるそうですヒントはまだはっきりしないんですけど、えー、その撮影午,前あの午後やったんですけどいろんなとこを歩いてそしたらあのやっぱりあの知らないような人たちも結構入ってんですよね。えー、今日は大のビューポイントあの草舎をかき分けてあそこも行ってきたんですけど。 そこにやっぱりねあの全然鉄道に関係ないような人まで入ってきて撮ってるんですよ。であの,あの草やぶのあの細い道を阿部君子が二人やっぱ歩いて撮ってるんですよね。これはやっぱりあの写真を見て撮りたいと思って鉄道ファンじゃないような人ですよ。 そういうい人たちがやっぱり取り取に来ているでこれってやっぱりすごいんだなと私たちが考えている以上にやっぱり発見しているのかな特にあの大のビューポイントなんかは新潟で今ちょっと話題になっているそうです大のビューポイント90歳の男の人があそこから撮影したそうですでそれがあの新潟の,あの知事賞かなんかの,あのコンテストで入賞して でそれがもう話題になってここはどこだろうということで新潟から今結構人入っているそうですあの肩割れかもしれませんね今回の人たちも、えー、それもですねあの私から言えばあの確かに大シのビューポイントですけど列車映ってないんですよね列車映ってなくても素晴らしいということでまあそれだけ素晴らしい景色だということはね、えー、皆さん分かっていただければと思います。 えここでですね「只見線による岡山の活性化」というようなことでまあ,あの私が写真を撮るきっかけっては写真を撮る理由っていうのはここに書いてありますよね。えー、地域を活性化する秘訣地域の宝を見つけ磨くことということで、えー、それぞれがですねいろんな宝皆さん持ってますけどやっぱりそこでしかないそこでしかできない。 えー、そういったものがやっぱり、えー、どこも真似できない、えーえー、宝物だと思うのでそれを提供するそれは只、えー、見線であり、えー、この無限京とかね、えー、こういったものが本当に世界王に誇れるアイドルの宝だということで、えー、私磨いてきたわけですね。キーワーワド絶絶景景ををを磨くインスタ映えこそが世界を動かす類、ね、類ないな 撮りたいとインバン,インバウンド機が押し寄せてくれるまさにそうですよね、えー、ここにあるこの写真これ皆さんも大好きな第一橋梁こう雪の花がバッと咲いてすごいここの中の人これほぼもう9割はインバウンド外国人の方です東南アジアの方こうやって来るわけで人間よりあの日本人よりもはるかに多いですよね、えー、こういった形でコロナ前はいっぱい来てたわけです。 ねえ台湾から来るんですよ台湾から東南アジアからいっぱい人がコロナ前いっぱい来てくれていましたでこの人たちはあの何がすごいかってあの春夏秋が全部来ますけど日本の絶景確かに素晴らしいですね春の桜とお秋の紅葉でも一番弱いのは夏と冬ね。 その夏と冬こそ奥会津は素晴らしいわけです。それは夏は川霧で冬は雪の花が花開いてだから日本の一番弱い夏が一番こう素晴らしい。もちろん秋の紅葉も春の桜も綺麗なんでそういう意味で非常に春夏秋冬全部素晴らしい。だからあの東南アジアの人たちは年に4回。 訪れるわけ同じ人が、えー、10回もにでも来たからって取れるもんじゃないからまた来るということで10回も20回も来てくれる、えー、そんな場所皆さんあります世界に皆さんも一度行ったらほ,どほぼ行かないでしょう一生に1回か2回同じところになんかでもここは年に何回も来てくれる、えー、一生に何回も来てくれるそういう場所 しかもですねこの,の,えこの秋夏の,あの川りと冬の雪の花は止まらないと取れないですよね朝早くだから朝早くもう5時とか6時とかせいぜい7時までそうするとみんな止まるんですよ止まってくれるの。の遠くから来るあちらの方たちはみんな止まってね取ってくれるわけです。そういうい意味で 畳線には乗らなくても経済波及効果がすごいということですよね、えー。しかも果てしないリピートを要求される。しかもこれあの遠線つながったらですね。今川口と相津若松だけでこれだけ来てるわけだ。今度つながって畳まで新潟までって言ったら、まあ、果てしないですよね、えー。そういう意味で非常に、えー、この 撮影をするということは実は列車には乗らなくても地域経済を潤してくれるそういうものだということをね皆さんも機会があったらね、えー、話していただければと思います。でコロナまあそういう意味ではコロナ後の日本観光只見センター無限強だと,ところで何時までやんの <laughs> 7時7時ちょい過ぎくらいまでが <laughs> えっとコロナ後の日本観光まあこういった形であの海外行ってます私もですねこれはコロナ前ですけど NHK のクールジャパンでこの間あの、えー、10日くらい前ですか私のとこ電話汚しましたクールジャパン皆さん分かりますよね 海外の人に日本はここがクールだ日本のどこが人気だということであの発信している番組ですけどそこの人があの番組制作の担当者が私のところ電話をして「星さんあのクールジャパンでえコロナ後の日本どこに行きたいですか?」というアンケートをあの海外いろんなところにあの出したそうです。ほんでまとめたところなんと台湾では「セ見タと「無限鏡」だそうですよ。 日本どこ行きたいかと「ただめセンター」「無限京」そういう存在になってますからね、えー、皆さん自信を持ってください。えー、これは2017年に上海の PR に行った時の写真ですね、えー、こんな形でこれあの台湾のあの虚三ってあのあ台湾ってね上海の私の,あの友達ですけどね、えー、この人もあの 行ったときは私たちを案内してくれるわけです。え、こっちに来たら、ね、私が案内しますけどね。え、そういった相互相互相互にやっぱりやっていて、この人はあの白川に来ると、私は白川まで迎え行くんですよ。迎えに行って連れてきて、また送ってやって。そうすると今度私が向こう行ったときはねえ、ガイドしてくれるわけですね。えー、そういったやっぱりあの民間同士の交流っていうのはやっぱり。 えー、お金でねつな、えー、がってる部分と違って、えー、非常にやっぱりあの何年経っても変わらないですよね、えー、そういったことをやってるわけです。えー、これは台湾2017年のこれも6月台湾での PR ですね、えー、こういった形であのいろんなところに挨拶に行ったり行政機関ですよねそして講演会を開いたりして。 やっていますでこれはあの10分だけがあそこのあのいわゆる線路の上であのランタンを上げてね、えー、有名ですよねあそこのところで私も行って縦目線の復旧を記念してきました。向こうはここにあの 列車線路の上で遊んでるんですよみんなこうあれだけ人がねものすごく。で両側本当に線路のあの本当にぶつかるところまで店を出してでこの辺大らかですよ日本こんなことやったら大変ですよね列車止まってもう台湾はもうその辺あの全然気にしないですよね。でこの住宅密集地の中でこれ火つけたやつですよバンバンと。日本でこれもできませんよね。だから あの日本でこういうのをやってるとこもありますけどこの間あの若松もやりましたよねでも火使わないですよ LED でそしてあの回収楽なように紐をつけてね終わったら回収するまあそんな形でやってますけど台湾は関係ないですよねあの火のボンボンついたやつをどんどんあの打ち上げてでもなんか事故も何も起きないそうですよ。でこれは2018年2月に。 タイ・バンコク行った時のやつねこういった形でやっぱりあの日本まあこれは行政主導で行政主導でやってますけどね私も行ってこの PR をしてきたという形ですね、えー、この時は東山の芸者さんなんかも行きましたよねという形でやってるわけですねあこれは柳津の柳津町が補助金をもらって行った時のやつですね えー、ですからこの時は私それに一緒に行ってくれって言われたんで自腹切る必要はなかったと思ったなこれはな。<laughs> という形で PR をしてきたわけです。あとこれはあ台北台湾ですねアリサン鉄道 PR と交流2018年2月、えー、これはあのアリサン鉄道ってアリサンのお茶で有名ですよね台湾の。 鉄、えー、鉄道森林鉄道でこのアリさんについてはあの実はこの間白河で先月かなうちょうど半月くらい前に台湾の中日本大使は大使ではないんで今日本と正常な国交という形ではないからあの代表どころ、まあ、大使と中日本大使ですよね、えーえー、そこの代表が あの白河に来ました白川に来て、えー、いろんな話の中でぜひアリさんと只見線をお姉妹、えー、鉄道にあのし,していただきたいんで向こうでもおあの運動するから日本も頑張ってくださいと言われてね、えー、ですから行政の方にも話をして姉妹鉄道を結ぶといいのかなと思って、えー、今動いていますね。 えー、ここもあの台北へとはすごく離れてるんですよ離れてるんだけどあの車で行けば8時間ぐらいかかるのかなで私がここに行きたいと言ったらあの台湾の友達が私を車に乗っけてで泊まりで行ってきたんですよねここで。泊まりで行ってきてでぐるっと歩いて外を私の私のまた別の友達が星さんが あの来るんだらってことで、アリさんにね、その人もわざわざ泊まって、で朝の日の出をね一緒に見たそんな記憶がありますね。え、そういった形で、あのこちらがいろんな形でおもてなしをすると、向こうの人たちも答えてくれるし、またえーそういう絆でつながれば、またこちらに来てくれるという形ですよね。ですからそういうの、あの交流が非常に大事だと思います。 えー、これは台北との PR 活動ですね2019年2月、えー、これもこんな形でやってるわけです、えー、非常に、えー、あの画面がね3つもあるこれはあのライオンという台湾の,あの一番大きなあの旅行会社、えー、一番大きな旅行会社のところで公演をやった時ですよね、えー この旅行会社あの日本で言えば j t b みたいなもんですね、えー、そういうところでも非常に力を入れてくれるわけですねでこの時久美ちゃんたちもあそこいますよね一緒に行って、えー、しとみさんもあそこに一緒に行きましたねえ行かなかったあ映ってないかうん こんな形ですね。あ、ここに移ってましたね。うん。3。岡田さんも行って、これが一番。あの賑やかなところなんだっけ？ここ9分ね。ここはさっきの10分でこう。9分っていう。うん。ここはあのあの修学旅行とかなんかいっぱい行くもうぎゅうぎゅう詰めですよね。今もうそうなってんのかな？コロナでこうなってねーーす。えが。 すすごいで合ね、えー、こういうところもこう我々は自分たち行くだけでなくて来てもらうためにはこっちも行かなくちゃなんないからお返しでだから友達をいっぱい誘って大勢で行くんですよそして向こうで旅行もしてくる向こうに行って公演をして写真展だけではね申し訳ないんでやっぱり相互に交流をするやっぱり えー、あの来てもらって旅行してもらうわけではこっちもいっぱい連れて行って旅行をするというような形でやっています。えー、あの行政のなんかイベントなんていうのは自分たちが行ってやるだけですからね一般の人を連れて行かないから,からそこら辺がやっぱ我々との,あの違いはありますよね。えー、でまあそういったのが一番大事なのかなということですね。でこれは 2019年これコロナ前だからもうしょっちゅうやってましたよね。これは上海、上海事務所、あの福島県の上海事務所が主催で、えー、上海の一番賑やかなところのキャノンショールームのところで、これやったわけだね、写真展と講演会。写真展を1か月やりました。で、私、あのいろんな形で行っ,ってるんだけど、基本的にはこれ、 あの福島県の助成金をもらってやってるんだけど助成金は残念ながら8割しか出ないで2割は自己負担なんですよね、えー、ですから一回行っていろんなイベントをやろうと思ってば300万円かかるんでそっと50万60万は自己負担なんですよ。まあ、それでもやっていたんだけどこの時は上海事務所だからあの旅費全部出してくれましただから自己負担はなし。 えただし日当は出ないんでねえ私の懐に一銭も入りはしねえんだけどそれでもこういった形でやってもらえるだけでねえー PR もできるしえ人が来てくれるってことでえ本当は今年あたりはあの北京でやるかなという話もあったんですけど残念なコロナでねちょっとできないえ状況になってます。 えーとこれは2019年8月かモンゴルでねモンゴル行きました芸にも芸じゃなくてこれは何だっけあの何だっけこれうん誰るうん「蹴ル,、うん、ーは誰だ <laughs> ールここに泊まってねんであのの言うの,あの政府数信なんかにも挨拶したり PR してきました。これは農協 この主催で、まあ、私あの一応カメラマンとしてあの同行してあの一緒に PR に行ってくれって言うから行ったんでこれも料金はかからなかったですね福島空港からの特別便で行きましたでこれが、えー、これが2019年12月はまた、えー、台北に行きまして ここで PR イベントここのとこれは福島県との共催12月ねでこの時がすごかったんですよあの福島県と共催でえ公演だとかそれから PR のこのイベントをやったんでさすがにあのびっくりしたのは10日間で1万4千人の入場者正確に言えば1万3 9百人すごいですよこれ。 普通あの我々いろんなところで写真でやったりしてますけど10日間で1,500人とか2,000人ですからね普通それが1万4 0桁違い桁違いそれも台北でですよまあそれだけ台北の人たちがやっぱりタミセに興味を持ってるっていうか証拠なのかなという形で、えー、あのスピーチしてるのは県のあの 再開発準備室の村田室長ですね今井動になりましたけど、えー、こんな形でやりました、えー、これはその年の9月にね秋山翔太郎あの写真芸術館で頼めてる写真展やりましたここもすごかったですよねコロナ前のお宴だったなあ、ここにいる人たちもあの作品を出して、えー 打ち上げも密でね、密 <laughs> でお祝いをしました。松井さんもと皆さんやっぱり来てくれましたよね。でやったわけですえ。懐かしいですよね。今こんなこと絶対できませんよね。あそこでおやぶくんたちに言っておきたいけど、こういう形であの実は今福島市の写真芸術館 あそこをあの震災でやられて10年間やっぱりできなあの閉鎖してたんだけどあそこを回収してあのオープン記念としてこの間1ヶ月間秋山翔太郎の写真展やったの。で素晴らしい施設であのレトロな感じでそこのところでそこの館長が私んところ電話をよこして、えー、今度はその畳線の写真展やってくれという話ありました。 であそこはねこっちでお願いするって1日5万ぐらいかかるんですよ。で10日間やったら50万ぐらいかかるんだけど向こうで言っておこしたから多分金かかんないと思いますから。でその保守健康写真展だけでなくてやっぱり保守健康と仲間たちって感じでこの秋山翔太郎みたいな感じで大勢の人たちもこ出してもらって皆さんで盛り上げてであそこはあの展示室なんかもあるんで。 そこで列車を走らせたり、えー、そんなことをやりたいなと思ってるんで頭入れておいてください9月頃から多分あの9月末の頃から秋口からって考えてるのかなと思うあのあるんで今からあのちー入れておいてください一緒に取っておいてくださいはい、はい、まあそういうような話もいろいろあるということですね でこれれは映画の方あれですね、えー、ここにあの書いてありますね海外国内での PR 活動今後の予定というような形で、えーまあ、ドキュメンタリー映画「無限鉄道ね」ねこれの上映と公演とそういったものをこれから考えていますし、えー、あ,あと台湾の台南市ですね今まであの台北でだけやってたんですけど 台南市での写真展会津工芸ヒントの紹介イベントみたいなのをあの実はあの白河市が主催で、えー、これ台南市と白島県と白河市主催して9月中旬から12月過ぎ頃まで、えー、計画しています、えー。ここにですからね、えー、畳線の PR また、えー、やりたいと思ってますし、えー、まあ本来であればね えー、映画なんかもやりたいと思うんだけどさっき言ったような形で映画はちょっと難しいようであればあの PR の予告編みたいなのをやったりあと写真展なんかも実は実際に行っていろんな公演とかなんかもやりたいと思って予算化もしてんですけどもうどうしても行かない時にはオンラインでやるっていうような形であの PR 活動というのはどんどんおやりい 考えています、えー、そういう話もあります、えー、それから秋島写真美術館での写真展秋頃からで、さっきこれ話したやつですね、えー、あとドボギーさんの認定っていうのもあの考えていますこれはあのほぼ確定に近い形ですね、えー、これはあただ目線にはあの 1橋2橋3橋4橋とか眼鏡橋とかいろんなやっぱり素晴らしい施設あるんでこれがまたあの土木学的にも非常に意義のある価値のあるものだということでえこれを土木遺産に認定したらどうだろうとあの万一祭泉の北方のおあれ何橋って言うんだっけ何橋梁だっけ大和の一乃と橋梁ね。 ああいさん認定になっているああいう形ですこれも只見線についてはもうこれをやりたいという形で、えー、行政の方もほぼ固まってきたんで、えー、これは認められればまた只見線の白がそういうえ意味での白もまた継ぐという形ですね、えー、これがも考えていますあと国道202号線の風景街道無限街道という名前をつけて これを認定してもらうという形で、これも動いています。えー、これはまだね、あの、私たち民間の数名と。それから、わ、会津若松県政治しましょう。いわゆる、あの。土木島県土木部、土木部。えー、この形で、今、あの。時々集まって、打ち合わせをして。ある程度固まって、事務局をどこにすっかとかいうような形で。えー、当然、これも、あの、各町村の、沿線町村の。 協力がないとできないんで、えー、これも実は進めていてあの外堀を埋めたいと思って今動いています。これはどういうことかっていうと、いわゆる景観整備今あのやってますよね。景観整備、景、え、観、ー、整備をやってるんだけど、畳線の脇は畳線は畳側に沿って走ってるわけですし、その脇に。 国道号線が走ってるわけです。いわゆる坂本から只見まで全部只見線沿線を走ってるんでここの景観整備をするっていうことはすなわち只見線の景観整備には即つながるということで一石二鳥だろうとでなおかつう土木的視点から言っても あの余計な隙とかそういった雑木を切ることによって雪が降った時倒木で列車止めたり国道を止めたりそれから電線を切ったり電話線を切ったりやってんでしょそういったものが解消されるからということでぜひこれをやりましょうという形であの七日町とかね福島県内でもいろんな風景遺産に認定されてるとかありますけど基本は 昔ながらの景観を維持するための風景あの街道という形なんだけど只見線はだからあのここの252号線の無限街道は、えー、そこから一歩あの離れてさらに、えー、積極的にそういったあの社会インフラを守ることと景観を良くして観光につながるっていうことでこれをやりましょうという形で今進めています。 実はこの話も,もうあの私もう20年以上も前から言ってたんだけどあの行政の方々若松県政の方々も「保守健康何言ってんだ」って理解できなかったのよ全くねこの話は。理解できなかったんだけどやっぱあのだんだん縦目線がこういった形になって人がどんどん来るようになってで気を切ればあの皆さんが喜んでくれるというようなことが分かってきて。 これを今度は、あの、理解できるようになったということですね。えー、あと。最近新聞に載ってますけど。いちごさんざん国定公園編入に伴う。えー、只見線各駅と絶景スポットの整備。国庫補助四十五パーセント対象。事業を活用するというような形で、これは。あの。まあ、これは良い面と、そうでない面と両方あって。えー 結局国定公園になるとこういった補助人業で景観整備もできるんだけど逆にえやたらに今日切れなくなるとかむしろ景観整備をすんのに足かせになる可能性も否定はできないえですからねあの喜んでばっかりもいられないんだけどただ国立公園とは違って 国,定国の場合はまだ緩いそうですですからあの理屈さえ通れば木も切ることもできるだろうし何よりもそのビューポイントの整備ができるそれから駅それぞれの畳線の各駅なんかの整備をする場合には40%国庫補助なるって形で畳線のまた新しい展開ができるのかなえー、それもやっぱり 行政が動かなないいとできないんでき、えー、ここにいる人たちはみんなあのそうそうたるあの口八丁手八丁の人たちがいっぱいいるわけですから <laughs> 頑張ってもらって行政の方にもあの、えー、我々も言ってね、えー、応援するからって形でやれば動いてくれると思いますからこんな形で、えー、やればいいのかなとですから我々の仕事というのはこれからもますますあるわけです。 えー、皆さんもね一緒に頑張りましょう。えー、ただ目線の景観整備っていうことはね、えー、ここに具体的にあの写真で見せていきます。えー、一番左これこ第三橋梁ね第三橋梁見えないでしょほら一番左側。もう一人二人しか見えないここまでひどくなっちゃった。でこれを整備したら。 インをバーッと開けてで一人寄せしか見えなかったのは50人並んでも取れるようになったのねでこれこれやって3年ぐらいだっけ親父部君34年だよなでもまた下から生えてきてますからねで自然というのはやっぱりあのたくましいですよねきっとまた新しいのが出てきてうんだからもう あの整備をすればそれで終わりではなくてまた何年に1回かやっぱりなある程度定期的にやって人間が整備をしないとダメになるということですよね。えー、誰も振り向かない場所になってしまうという形であのさっきの公園もそうですけどそんな形でやっぱり我々はあの人間が管理をしないと自然は自主的に管理しませんからね。 自然を管理しながら調整してくれるのは人間しかできないという形で我々その辺も含めてねこれからやっていく必要あるのかなと思いますね。えっ、ー、とこれもまたね、えー、この間沼沢,沼沢湖にあの私写真出してくた皆さん見たでしょ。 あれ出しておいたんだけど沼御殿神社全くあの沼沢湖を取り巻くところに高台にあってもう最高の,あの場所にあるんだけど沼沢湖は全く見えないわけです。全く見えない。で役場で「来てくれねえのか?」って言ったらいや来てくれる話もあったんだけど村で測ったら。 ご神木だからそんなの絶対一本たりとも切ってダメだという声が圧倒的であの多数決でポ,ポシャったそうですそこなんですよね神社にある木だからご神木だだからこれ,これがねやっぱりクセせ者なんですよそう言われるとねやっぱりこっちもご利用しできないんだけどただご神木っていうのは 基本的にはその神社の守り神みたいなやつあの神社に入っている何千もの木全部御神木ではないわけで本当はその中のこれだけは大事というものが本当は御神木であって全てを御神木というのはちょっと本来間違っていると思うわけでだからそういうのはもちろん残す自然保護だから防災の観点からも守るべき豊かな森と あとその下に書いたら森林資源観光資源といって整備伐採を求める豊かな森また、えー、全くねあの違った視点でね違った観点で考えればだからあの自然を守るご神木として考える人にとっては大事な気かもしれないけど景観整備で森林をやっぱり利用しよう森林を育てようという考えからすれば。 だから全く価値観が違うわけ見方が違うわけあの森林っていうのは本来であればいっぱい植えてあの,しあのいっぱい植えないと植えたやつ全部育つわけじゃないからその中で大切な木がどれかっいうのを見極めてだんだん切っていくそうですそうしないと森林はダメになってしまうからえだからそこの考えがまだ皆さんやっぱり 分かっていないんだなな、ね、分かっていないでご神木だからということで、えー、木は切るなというようなことに今なっているわけなんですけど、えー、自然は自然の間に放置されることで守られると考えもありますが樹木は短期間で成長し珍事の森はやがて原始の森にだって因果を寄せつけなくなりますということですよね。で巨木となった あの住人は景観を阻害し老朽化し倒木となり、えー、すがなく風が通らない環境は植生と地山を荒廃させのの構築年数も縮め破壊しますだからその,あの沼沢の御殿神社も木がぶった折れで屋根にかかったりで屋根に日がささないと結局腐食したり。 だからマイナス面が大きいわけですよ。でもそういうことがなかなか分かんないのね、えー。ですから、あの人々の虐待の被害を与え、観光資源だ風古水目だ景観も大きく損害す,す,することになります。皆さんもこういうことをね、あの聞かれるたびに、もしあったら、あの皆さんの口からも言ってもらいたいと思います。どこまで人間が手を入れるか整備し、どこかまで触れてはいけない領域なのか。 守る観点と整備する観点の立場によって分岐点は違うけど、えー、自然のを自然の間に放置することは人間にとっても神にとっても自然にとっても大きな厄災をもたらす不幸な出来事だとそれを回避改善できるのは神でも自然でもなく唯一人間だということを私たちは正しく理解しておかなければなりません。これはは今度沼沢の部落があった時には こういうことを言えって俺教えてやったの <laughs> あ。あ分かったなんて言ってからだからこれでどれだけ説得できるか分かんねいんだけどとにかくあのそういうことをやっていかないと草一本枝一本切ってはだめだと特に撮り鉄の人たちもいっぱいそうだよな目の前で枝の人の前に何やってんだ」って怒られんもんなだから人のいるところでは枝一本持って駄目だからな。うん、しだから その辺がやっぱ難しいところなんだけど逆にそれが自然を壊すっていうこともあるっていうこともやっぱり、ね、我々理解しておかないと今後の活動はできないということですね。まあこれはいろんな形で私がいただいたことの紹介ですね。でここからは只見線の最近の絶景をうんとな。 ちょっと皆さんに見せようと思って時間までの間ねえ私の話だけどアギっペから写真を見せたいと思うんだけどうんとどうすんだっけこれこれを一回止める。で「ただめ線の式」。 これで出ないのかな。ビリターンか。うん。出たね。はい。はい、よく出ね。はい、えー。綺麗でしょ。まだ。これ一番に雪が降ったとき。 しかもこれあれですよ新車両になった3月皆さんがねコロナで来れなくて試験校だけ撮ってるって矢木餅を焼いた <laughs> 写真ですよね。これなんかもそうですよね。あの今年の写真にこれ出したらねあの の皆さんはまだ1年遅れで今年撮ってましたけどね3月の新車両になってすぐ撮れたね一橋梁綺麗ですよねでこの桜もそうねこれ桜もあの宮下ダムのところで新車両で撮りました。えー 大山くんたちもね来たかったんだけどね泣いて我慢した <laughs> 時期ですよね <laughs> <laughs> もう皆さん来たかったんだけどあの来てコロナなんか感染されたら申し訳ないということで必死に歯を食いしばりながら頑張っていた時期に俺はノーノーと取ってたんですよね申し訳なかったですね <laughs>。 で、これも。川口駅のとこですよね。今年は。これ、なんで出したかというと、今年取れなかったんですよ。あの、桜が。ソメイヨシのあの、食われてしまって。だから。桜は。今年も取れなかったのね。うん。これは。第二橋梁。第二橋梁、上からね、なかなか、見ない、あんがってでしょこれも。 ここのところの杉の木が立っていて全く見えなかったのが三島町が杉の木を切ってくれたことによって見えてきた一枚まあ、なんで三島町が切ったかとなった話が長くなるんでそれは言いませんけどこれこれは癒したダムのとこですねここもここ全然ダムなかったねもう全部嘘に食われてしまった嘘みたいな話だけどなんていう つまんねえャギャグを言うからダメなんだよな嘘。そ鳥に来われた今年は、ま、今年は全く取れなかっただからそういう意味では貴重な一枚でここはあの柳津のごうとっら中野の踏切のとこから取った一枚ねえー、これは <laughs> 山の上まで登ってね歩いていくとこういう時間かかるのかな <laughs> でもあの四陸道の軽トラックがは登んないですから車だとねあのアンテナ立ってる山だうんアンテナ立ってる山でここはなかなかやっぱ行けないところはねそっとあ,あに綺麗でしかもあの上にバンダーさん見えますからねで ここにあのでもあの自転車電動自転車で登った人がいいんですよ。電動自転車で頑張って。登俺そしたら登りは大丈夫だったけど帰りにひでめくったってそれは帰っぺと思ったらザーッと飾っていったら熊がいたんだって道路に。で急だから止まんなくて熊の前でバターンと転んで。 もう死ぬかと思ったらそしたら熊その熊もびっくりして逃げてってそんで1時間ぐらいでもう怖いからおとなしくしてで物音しなくなったからもう一回出かけたら曲がったらまた熊がいてまた転んだんだって,て2回転んでいやいや死ぬ思いしたな、そうそうそうまあだそうやって我々 苦労しててこれは柳津。これも柳津の人分かります町分かんでしょう柳津の。で左、左真ん中に縦店いるわけですね。場所は分かりますよね。どっか撮ったと思いますかこれ森林公園。柳津の森林公園からいい場所いっぱいあるんですよ。撮るのに。 でも、惜しいかな。木が整備し、あの木を全然整備してないから、今。あそこ、ストップにして。だあそこのストップをやめて整備してくれれば、もう取,取り鉄、鉄道を取るのに最高のポイントになるんで、町長に言ってください。町会議員に言ってください。あそこ、全部開ける必要はないけど、部分的に開けて、木を切ってもらうと、もう素晴らしいでしょう、ほら。うん。 取れるわけですからうん、まあ。だからいい場所いっぱいあるんですよ。ただあの磨いてねということだけでな。でこれは第3ですよね。あ第3でね第1の船,つ船着き場の方からね。取った一枚。うん。今頃の季節かな。あもうちょっと早いか。うんで これ,これはあの下に降りてね撮ってこれあの,あの旅と鉄道の表紙になった一枚ですねあの新車両で撮ってくれと言われて撮ったっ川切りと似合いますよねえー、っとここもでもこれあの 取ってる人は分かったと思うんですけどいつも取ってる推しビューポイントとちょっと違いますよね邪魔なきゃないでしょあの向こうに邪魔なきがあるわけだこれはあの私と数名しか知らないあのとっておきのマル秘のポイントねうんここをね国道から見ても全く分かんないのブで こんなところに取れる場所あるなんてみんな思わねんだけど、だからこれは丸いなんだけど教えてしまったな。<laughs> でも二三人生前ぐらいしか立てないんで、でもここは邪魔になんなくて、しかも向こうからあの列車が走ってくるところもみんな見えるんですよ。うん。まあ川岸は綺麗ですよね。タンコ、あ、それで。 これ単行でいいでしょ。うん、あの単行は一一本っていうのはなかなかいないですよね。で皆さんに見せますね。ほら、このマスクもそうだけど、ほらマスクもそうだけど、これどうですか。<laughs> マスクも。 これあの民放企画で今売り出しますからでこれ試し釣りしたやつねこれも、うん、いいでしょぜひぜひこんな形でいろいろでもこれいくら打っても私のところに一1円も入りませんけどね <laughs> これ第二橋梁ね朝一そうそう朝一太陽が昇るときオレンジになりますねこれはこれ夜ね夜,夜といっても、まあ、あの暗くなる寸前のときがね第一橋梁でュのビューポイントね これがさっき言ったあの草山で今日も人がいたっていうあの新潟のじいちゃんが賞をもらったあのところっていうことね新潟のじいちゃんは列車映ってなかったけどまあでもねちゃんと新潟県に行くと賞をもらえますからでこれが船着き場からですねこれは下から撮ったやつだな でこれは眼鏡橋をあの山の上から取ったやつですね。お,お月様と、うん、お月様と取ったやつです。これちゃんとね、何月何日の何時何分、ここに月が出るっていうことをやっぱ計算してる人がいるのね。俺、教えてもらったの、これ。お 根岸のあそこの辺りだと何時何分にお月様でっからちゃんと計算してする人いるわけさっき言ったあのあの,あの,あの柳津の安定山に登って熊,熊の前でただ転んだっつ人 <laughs> 教えてくれて行ったらちゃんと突き当ててねこういうふうに取れましたやっぱ計,計算できる人いいんだよな俺はできないけど んああアプリで調べられるんだ分かったら教えて <laughs> まあこれは秋のね、まあ、いつものところこれは第4橋梁、えー、これが第3のね今日牧野さんと今朝行ったとこだな。 でこの,あ,の,上にあ,の崖あるでしょあそこ天元岩って言ってあそこはあの登っていきます皆さん行けないでしょで俺と大藪くんなんか行ってんだよなあの裏,裏側裏側もすごいもう藪ですごいあの急斜面なんだけどあそこ登って行って頑張って行ってあそこの上に行って命綱をつけて取ってんのな。 ずるっと行ったらもう終わりこの世の終わり、うん、だってあそこも真っ逆さまだからだからあれはいい子はこんなところでとんないですよね俺は悪い子だからとったりしてんだけど、うん、これは下に行って取ったところねこれも杉林を降りて行ってね、えー、まあれる場所 でもこういう写真を出すとそのああ松井さんも言ったよな俺と一緒に行くと安全なんだけど知らねえ人行くともう叩き落ちてあばらを負ったり100万円のカメラを水に落としたりなんて人がいるみたいでこれもやっぱり知らない人は行かない方がいいですね知ってる人と行けば大丈夫です。 ま、これは？あの、田子倉旧田子倉駅のとこですね。浅草だけが白くなって紅葉とのあれが綺麗ですよね。まあそろそろあれか時間だから。これは？あの滝屋の橋梁ね。この柿と一緒にいいでしょ。この頃になると赤いものがなくなっちゃうから。あのこの柿が素晴らしいポイント。 特に柳園の斎藤清のねあのあの版画でこの柿の木っていうのはこの雪国特に奥会津の象徴的なものところがこれを金山町今どん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 切ってるわけ町内に散らしましてあの柿の木不要な柿の木は切ってくださいと熊が来るんで。 だから切ってくださいって言ってチラシを回して積極的に切ろうとしてるわけ。で大事な木があの去年一昨年か一昨年のカレンダーに織り出した大事な木が切られてしまってその翌年ね。で俺役場にあのちょっと文句をつけて「お前何考えてんだ?」ってそんなことしたら奥合坂鍵の木全部なくなっちまうべって。全部気になって言わんえけど。 そそれこそ切る木と残す木をやと分けてやんねえとダメだべとそ,それ俺の話聞かねえんだったら俺これ写真展に行ってこの写真の脇にこういう柿の木の写真いっぱいのっけてその脇に金山町の柿の木を切りま,切りましょうってチラシ置いといてくれから <laughs> そしたら金山町今あれですよ私にちゃんと電話よこしますよ星さん 申請あったんですけど今度は見にあの一緒に行って切っていきが切って悪いがあの教えてくださいで俺また23日また行かんないんだまた電話来たから今 <laughs> 余計な仕事が増えんだけどあのもちろんボランティアでまた見てきます柳津はさすがにあのやたらには切らないそうですうん。 これは中野の方の奥の方に行った時いいですよねここもねまあこれもいろいろあんだけどこれはしゃべんないところはまだ俺頭にくっと悪いから <laughs> 知ってる人は知ってるけどなこれ蔵とね大石ですねこういった形で冬は冬で雪の花が咲いてきれいですよね、えー、これは宮下駅のとこですね 雪の花咲いてきれいですよね。冬が一番私はきれいだと思います。はい。大のビューポイント。ここが定番ね。あの木が邪魔してんのね。さっきの写真、木なかったでしょ。うん。でも、雪の花咲くときはきれいですけどね。これは才能神これは 柳津ですよ柳津、うん、柳津津のそこのここから行ったとこの、うん、そうそう一応町一応町でこれいつも私見せてね柳津は大したもんだなんで大したものかっていうと結局これを火をつける時間が <laughs> 6時。 15分前くらいに集まってもらってそんで火をつけんだけど列車にちょうど合わせてその時間が6時15分,15分前がなんで素晴らしいかっていうと1月の下旬だったかな大相撲がやってる時だ大相撲6時15分前で一番いい時間だ横綱大関が出てその時間に 保守健康に頼まれたからあの6時に火をつけるあのわけのやつが15分前に集まって火をつけましょうって普通やってくれますなかなかやってくれないでしょう。一件でも反対意見があればダメですからねあの。しかもあそこ何十件もあるでしょう。それがやってくれるわけ。まあそれだけ住民の人たちもただ見せ線の。 が大事だ観光のためには協力するかっていう姿勢になって気持ちになってきたということですよね。だから奇跡的なことなんですよこれで行って我々ねお酒一本置いてきたくれでやってもらってるわけ、うん、でこの写真を撮るためにわざわざあのあのよそからも来るわけ泊まりで、うん、こうやって撮った一枚ですね。 ね、これは水沼のところのところに神社の真下に掘られた神社から生まれてきた木派ですよね。うん、これもなかなか皆さん知らないですよね。国道,が国道のぐ脇なんだけど全く木が邪魔して見えないから。 遺憾か。そろそろいいのかな、もっとやるのかな <laughs>。これ。これも綺麗ですよね、こうやってね。夕方。これは。これは第三橋梁ですね。第三橋梁、何の変哲もないんだけど、下にこの夕日がね。あの向こうの山に当たったやつが下に映り込んでる。 その状況ですねこれは歩いて行って撮ったこれも第4橋梁ねこういった形で非常にこれは新しくまた作ったビューポイントあのいつも橋の上から撮ってたんだけどここはあのスノーシェットの,あの右手の方こちらから行くとスノーシェットの入り口の右手の方にあの木を切ってくれたんで町がねこの景観整備ですよ。新しくでできたところで 今年だったらみんな覚えてみんなこっちの方が人多いですよねしかもこう車多けっからこういった形で非常に綺麗なわけです眼鏡、まあ、橋はねあのなかなかここのとこ夕日焼けないんだけどこの時焼けてたからパッといって撮りましたね、うん、これはあの根岸と高田の間のうん 法要寺に行くところのやつ。これも綺麗ですよね。ほら。これは。雪いっぱい降ってるんでしょう。雪。そうと、雪の粉が結局、先をこうやって、あの。示してくれるわけね。だから、あの。こういう時は逆に近くで、こういう取り方をすると、これはこれで面白いですよね。そろそろ。 終わるああそうだな、まあ、そんなとこで、まあ、パッパッとじゃあ見てああさっきのところこれ分かんでしょうセアブリ山のあのセアブリ堀山の風車ねそう一緒にバンダイさんとこれは列車いねえんだけど 下に移ってね。これが何,何がすごいかっていうと、結局、下に移るっていうのは最高のビューポイントになるわけ。でもこれはこの時だけだから、せいで3日とかなんか、ここを田んぼ一1枚水にしてくれると、常時これになるわけだ。だからこれもだからくことね。だからこれを例えば稲荷城の道の行きあたりに、 田んぼ1枚潰して水ためたらもうビュースポットになるわけだずっとで周りに桜を植えたり菜の花を植えたりしたらもう最高のビュースポットになるわけあのヨ川の道の駅でもいいよバンダイさんが映るところであればだから地域の田か磨くってことはこういうことあのスイスでスイスあのあれだけ観光あってどこが一番人気かというと 海岸とかそういうところを映るところ、映り込むところが一番人気。でもこういうところないでしょ。アイズポンあれだけ広くてバンダイさんバンバン見えててもイナシもそうだけどどこもないわけ。一箇所作ってくれればいいだけの話。でその周りにあの季節の花を植えてくれればもう最高のビュースポットになるということ。まああのそろそろじゃあ終わりますか。あの <laughs> 永遠に続くから <laughs> はい、えー、どうもありがとうございました生殿な拍手お願いしますありがとうございます、えー、せっかくでございますんであのこの機会に、えー、一つ二つあの保守健康先生にご質問したい方いらっしゃいませんでしょうか、えー、じゃあ,あ大谷さんどうぞどう思いました師匠どうもありがとうございましたあの素晴らしい写真の方が ええまあ写真の数々は私もまあ健康さんほどではないけど年間百何日かぐらいは来てますのでだからすごいなあの非常にありがたく思ってますけれどもまあやっぱりあの健康さんの生き様というかあのどうやって畳線を活性化するかということだと思うんですねで特にあの最近言われてることはあのスイスの登山鉄道は大赤字なんだけれどもあのそれを なんて言うんてうですかね利用してそのスイス全体のその観光だとかそういうのが成り立っていると、うん、でそれが只見線にも当てはまるはずだっていう話は非常に共感を持ってると思うんでむしろこれからですねどうやって、まあ、県も非常によく一生懸命やってくれてると思うんですけれどもこ、うん、このところ我々のレベルでどうやってやっていくのかなということはやっぱり。 興味がありますで特に我々撮り鉄と言われてる人はあんまりまあ評判がよくない噂ばっかり流れてて非常にあれなんですけれどもあの少なくともえまあ来てですね例えばそのどっかで買ってきたお茶をひたすら飲みながら何にもしないで帰るとかそういうんではなくて地元でご飯を食べるとかガソリンを入れる、まあ、ちょっと。 あい高それでもそのまあ30リッター入れたところで缶ビール一回我慢すればいいかなってぐらいだし、あのー、そういった経済効果を、まあ、むしろこれから上下分離で、あのー、自治体がお金を出していく中でどうやって税収を上げるかっていうところをまあうんいろいろやっていければなと思ってるんですね。こ、ま、こうういいっったところを普及させるっていうのって うんまあ、特に健康さんが今いる立場として、うんうん、非常に重要なところだと思うんでどうやってこれからそういうところをやっていくか PR していくかってとこをまあうん、うん、いつも聞いてるんですけれどもうん、うん、あえてここでお話を聞けしていただければいいかなというふうに思っておりますがいかがでございましょうか。本当にに、ね、私以上に 三つ,つで来ていただいて本当にありがたく思っています、えー。もちろんですね、えー、この特に縦目線のおー PR とかなんかに写真展も含めてやるには、やっぱり私個人ではもう限り、あの力も限りあるんで、あの私のおやっぱ同じような、あの 考え方で同じような写真家としてそっちゅう来てくれる親分の青木君だとかいろんな人たちいっぱいいるわけです。やっぱりこの人たちの力を借りて、えー、さっき言ったようにその写真展をあの一緒にやっぱりやったりいろんな形で来をやるたびに来てくる人たちと一緒になってやるっていうことはそれだけ底辺も広がりますし、えー、社会的にもね、えー、説得力あるんで。 こういった形で一生懸命やってくれる人たちがこれだけ台湾も含めて国内にもいるんだどうというようなことの PR っていうのは非常に大事なんで実際そういったことをやってくれる人いるわけですからそこを含めてまあこれからこの映画もそうですけどあの映画も大藪君だろうあの青木君たちなんかねやっぱり一緒になってね協力し合ってこれからの 映画制作もですし、えー、PR についても頑張ってもらわなくちゃならないんで、えー、今後ともね一生一歩ずつ進めていくというような形でいいんじゃないかと思うんで、えー、ぜひ協力をさらにお願いすれば、えー、幅広い形での活動ができるのかなと思っております。えー、今なんかチラシ配ら,れた配られてるようですけどあの 今現在の予定で「無限鉄道の」の映画があのいわゆる車の中で見るような形での計画もあるみたいですから、えー、そういったものも含めてね、えー、皆さんもあの必ずしも写真を撮らなくてもこういった会合にあるいは我々と一緒になって活動していただいて、えー、例えば 上海にあるいは例えば台湾に海外にも行けるようになったら一緒になって来ていただいて応援してもらうっていうことが相手に対してもこれだけ多くの人が来てくれたっていう形でそれは認めてもらえるわけですからそれがやっぱり大きな支援になるんで一緒になって頑張っていただければと思います。 はい、ええー、ありがとうございます。えー、それであのちょうど時間になりましたのであのここで一旦締めまして、明日の講師の先生がもうすでに今日ご到着いただいております。えー、明日のあの講師の佐藤先生に一言お願いしたいと思います。えー、マイクこちらでした。こんばんは。佐藤でございます。裸足ですいません。申し訳ありません。<laughs> あの、今日は。あの、星憲子さんにサインをいただきに参りました。後でサインいただきたいと思います。よろしくお願いします。あの、え、ありまして、明日お話をさせていただきます。私はですね、えー、只生まれでございまして、えー。そのネタは明日話すんですけども、えー。父親が電源開発に勤めておりまして。えー、田奥ダム建設の時に。只見の名屋で。 生ままれた次第でございましてさっきお話しいただきましたあの今年の3月まで JTB に勤めておりまして地域交流ビジネスっていうまさに着地型のコンテンツ開発ですねあの私の立場からすると首都圏の、えー、先ほど健康さんも申しておりましたけどこれが商品化するかしないかみたいなものを見極めて磨きをかけて さらに告知を入れてするみたいな、そういう仕事をずっとやっておりました。で、ここ直近が、えー、JR6 社の仕入れですね、JTB で売る商品の仕入れ、座席と割引率の交渉、そういう仕事を6年間やっておりました。で、今日、今回の話で、潮、えー、田さんに私は、 地域交流ビジネスの話をするんでしょうかそれともっていうところであのロビーあのお帰り見ていただきたいんですけどもロビーの方にですね、えー、もう宣伝しようかな RM モデルスという雑誌のですね、えー、スーパーリアル鉄道情景という,こう特別編集のものがありましてそこの表紙に第四畳川橋梁あのジオラマ あの地域交流ビジネスをやりながらジオラマを作っているというようなあのそんなものでございまして明日はたは只見線沿線の活性化とともにジオラマをかけて話をさせていただきたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。 はい、いありがとうございますあの。もう一方だけごめんなさい、えー、斉藤さん、えー、と新富座の今、代表を務めていらっしゃいます、とやっぱり東京から只見に移り住んで、そして今度は今、会津美里町に在住されております、今、皆さんのお手元にお渡ししたあの資料、2枚の資料が、えー、斉藤さんがお持ちいただいた資料でございます。さんも前の方で、はい。 どうもこんばんばはあの斉藤でございます今あのご紹介いただきましたけども隣町ですねここから見ると会津美里町であの50年ほど前にもう映画上映を終えて倉庫、えー、を見たくなってしまってたんですねそれでそれをちょっと私があるつてで借り、えー、受けまして今映画をなんとかそこでできないだろうかっていうんで今活動しております、まあここの いらっしゃる皆さん只見線関係者の方にも大変あの応援していただきましてですねなんとかあの今チラシちょっとお手元に配りましたけどもこういう活動をやりながら、えー、ゆくゆくはその最後の合図の中で最後に残った昭和の映画館で映画見れたらいいなと言って今皆さんにそういう映画館があるんだよっていうことを知ってもらう活動をやっております。 であのちょっと手短に、今、お手元に配ったやつが、今年の10月の16日ですね、会津 <laughs> の三里町の本郷のところにあの、せセらセに公園っていうのがあるんですけども、そこでドライブインシアター、ちょっとこんな時期ですんで、密になれないっていうんで、この車の中で映画を見ようっていうのが、今、なんか全国的に流行ってるみたいですね。 これをちょっと合図ででや,やれないかとと準備ししておりましたでちょっと時間がかかしましてあのー、え我、ー、孫子監督のところの直美さんなんかにはだいぶ前にご相談してもしここでドレーブンシアターができるんであれば本編の上映前にこの「無限鉄道の」の、まあ、告知予告編でも上映できてみんなに見てもらえたらいいんじゃないかなっていうお話をしてたんですけども。 やっとここ2、3日で、えー、実現が可能になりまして、今日もご了解いただきまして、えー、ぜひこれあの、えー、10月の16日、みんなに見てもらいたいなと思っております。ぜひこ、ここのいらっしゃる皆さんも、お時間許せばですね、ちょっとご参加いただきまして、ご覧になっていただければよろしいかなと思いまますどどうううもあの貴重な時間あり,しありがとうございいいしししたたぞよろしくお願いいたします。す はい、どうもありがとうございました。えー、長時間にわたりましてご清聴いただきましてありがとうございました。インターネットをご覧の方もここでお別れでございます。今一度、星健康さんに盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、それではあのえ、お弁当をロビーの方で配らせていただきながら閉会でございます。え、星健康さんとお召し交換されたい方はどうぞ。前の。